皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もジョイスパーアフタートーク15分から20分ほどお付き合いください。県外の方も見てくださっているということなので、はい、まずはじめに説明をしますと、 NST では毎週月曜日から金曜日の午後6時9分から NST ニュースタッチというニュース番組を放送しています。はい、その中で毎週月曜日は野沢さんと私でジョイスポというスポーツコーナーを担当しています。今日も野沢さんよろしくお願いします。ちゃんと、はい、ここの YouTube もバッチリです。はい、バッチリです。皆さん、あ、もう待機してくださってて、いっぱいいます。ありがとうございます。え、すごい、ありがとうございます。あ、ちょっと、まあ、早速またコメント待ってますからね。はい、今日もたくさんコメント待ってます。随時お答えしていきたいと思ってますので、皆さんどしどしください。はい、いや、もうなんといってもね、やっぱ京都戦すごかったですね。もう久しぶりにいい試合見ましたね。いや、久しぶりにっていうのもおかしいけど、こう心揺さぶられる試合を見たっていう意味では本当に久しぶり、なんか本当にこう涙が出てきましたね。なんかこうものすごくエネルギーをこう応援に費やしたというか、うん、なんか力入ってこんな感じでね、もう手に汗握るとは本当このことって思うくらい、うん、もう必死で応援した記憶がありますけど、記憶があったんだね。はい、まあ、一昨日の話ですけどね。はい、皆さんね、あ、チュララさん、早速、あ、サムシングオレンジ読みましたかっていうコメントとか来てるんですけど、あ、サムシングオレンジね。そう、私本当にもう読みました。すごいこうショートエピソードがこうたくさんあるので、うん、こう割と本が苦手な方でも、なんかアルビの歴史とともに、うん、その人々の気持ちとこう合わせて、アルビの歴史も分かるし、こう応援した気持ちにもなるし、行ってみたくなる気持ちも分かるし、うん、ね、アルビの全てがそこに書かれていると言っても過言ではない。もうすぐ野沢さんに、ね、あの連絡しましたよね。すごく良かったです。もうすぐ読みました。連絡来たんで。僕も出てましたか？野沢さんの名前も出てましたよ。良かったです。いや、あの選手たちは、ね、こうピッチ上で戦ってますけど、こう見ている側からすると、 あの試合にはこういう思い出があるなっていう、ああそういうところですね。なんか、そういう思い出も蘇りますからね。そうなんですよっていう話を一番最初にしてしまいました。すいません、京都戦に戻ります。最初全然プランがいいよ。そうだそれが YouTube ですからね。京都、はい、の印象的なシーンはあったんですか？印象的なシーンですか？もうありすぎて、もうノートが本当大変なことになってるんですけど、やっぱり私はあの最後にね、シオン選手が足を負傷しちゃって、え、何の話？サムシングオレンジの話をしてたんじゃない？あ、サムシングオレンジの話ですか？ダメだそっちか。ああ、まあ、おいおい、あのブログか何かで、まあまあ、あの細かく書きますね。試合の話にしましょうか。はい、試合の話、はいはい、野沢さんどうでしたか？1対1のドローでしたけども。いや、だから、いい試合でしたね。本当タフな試合で、こう、うん、まあ見てて飽きないというか、90分あっという間だったなっていう試合でしたね。だけど、そのまあ冷静にちょっとこう分析すると、前半はやはり京都の、うん、プレス、守備が、まあ、脅威でしたよね。結構はめ、ね、はまってましたね。なかなかこう、はい、あれをこう抜け出すことができなかったんですけど、うん、まあ、それでもやっぱり逃げずにボールをつないで、うん、それを打開しようとしたというところが、うん、やはり今のアルビだし、うん、良かった点ですね。もう甲選手なんかはね、本当に顔面に相手の肘が当たっちゃうくらいのこうね、激しいコンタクトでもボールを奪いに行ったりしてましたよね。そうですね、はい、ちょっと話を変えないでもらっていいですか？このプレスがね、つなぎでね、こうね、素晴らしい、それを逃げずにね、はい、戦ったっていう話をしてるんで、いきなり甲選手のこの肘で頑張ったじゃあ、あの相手のプレスにも、はい、こうあのめげずにというか、うん、そういうシーンがすごい多く見られたなっていう感じでしたけど、まあ、なので前半はまあよく、なかなかこう一手は取られましたけれども、うん、まあ、あの前半があったからこその、まあ、後半という言い方もできますよね。うん、そして、まあ、後半は島田が投入されて、うんうん、福田を一つ前に出してね、
あのやっぱこの選手すごくセンスありますよね。攻撃的なセンスがすごいあるなっていうふうに思いましたね。まあ、よりここで守備が強くなって好選手取れちゃいましたけど、はい、ここでかなり運べますし、しかも守備もできて、うんうん、こっからも出れるんで、もう一人二役ぐらいここら辺でやっているので、まあ、相当ハードなあの試合でしたけれども、うんうんうん、また新しいこうアルビのプレーが見えましたね。アルベルト監督もあの試合後のインタビューで、こうボランチに対して高い位置からこうプレスをかけられてたので、うん、こう後半にかけてシステムを変更したっていうふうに話していて、でウイングが中央を取ることで、うん、2列目中央に人数をかけて、うん、ゲームを支配する。ウイングね、この選手が中央に取ることによって、はい、で2列目の中央に人数をかけて2列目の、はい、うん、2列目のね、で試合を支配しようという、まさにそうですね、うん、やはり豚、うん、が中央からこうドリブルで突破したところとか、はい、うんうん、攻撃がここで奪ってもうストレートにゴールに向かっていったっていう意味では、うん、本当にその、うん、まあ、フォーメーションポジションチェンジと的確な指示でしたよね、うんうんうん、で後半からはね、やっぱりシオン選手も入ってきて、うん、ドリブルで仕掛けてっていうシーンもかなりありましたしね。まあ、前がかりにこう来たところ奪って切り替え早い、ディフェンスライン残ってて、うん、中盤との相手のこの間延びしたところにシオンのドリブル、うん、相手からしたら嫌ですよね、非常に効いてましたし、うん、そこであんまり、まあ、谷口がディフェンスラインにちゃんと張って、うん、ディフェンスラインを下げる役目、そこの一歩引いたところに吉明が入ってきて、シオンのドリブルパスが入ってシュートを打って決めたっていうところでは、まあ、でもこの選手は本当に途中から入ってきたら相手は相当嫌ですよね、うん、あの疲れた時間帯で入ってくるとうわーって思いますよね、きっと。まあ、相手としてはしんどいですよね、うん、しかもこうそこからこのアシストから高木選手の、ね、同点弾も生まれて、もう残り10分相手の足が本当にパタッと止まったんで、うん、ワンチャンあるかなと思ったけど、まあ、そこは相手も最後まで集中力切らさず、うんうんうん、そうですねっていうところでしたね。でもその高木選手なんですけど、うん、あのキャリアハイとなる8ゴールを越して、もう現段階で10得点、うんうんうん、でアシストも11アシストとものすごい記録この時点でこれだけっていうのは、そうですね、約半分終わった時点でそこまでだったんで、まあ、過去でそれぐらい取ってるのがマルクスが J1、 あ、違うな、うん、J1 上がった時にマルクスがそれぐらいやったっていう記録が残ってますけど、うんうんうん、今までそういう選手いなかったんですね。あのアレッサンドロでもあのアレッサンドロでもやっぱ成し得なかった記録だったんですね。もうアルビの歴史を、ま、塗り替えたというか、また新たに、ね、作る選手ですよね。まあ、でもまだ途中ですから、うん、大事なことはここからどれだけ積み重ねるか、ね、ここで止まってしまったら試合もなくなりますからね。そっかそっか、そうですね、もっともっと活躍してほしい。うん、まあ、あの今高木選、まあ、攻撃側の話を今してたんですが、うん、これからはちょっとあの小島選手のファインセーブもあったということで、はいはい、うん、そこについてちょっとお話ししたいんですけれども、調子いいですね、このシーズン見てるとすごい体が動いてるっていう印象を受けますね。野澤さん、やっぱりゴールキーパーからしてもセンスはあるなっていう。そうですね、ゴールキーパーからす、うん、するからセンスがいいのが分かるんですね。分かる。小島選手、あの至近距離でバイス選手を、はい、何、バイス選手をね、うん、至近距離から止めたシーン、何ですか、バイス選手をね、うん、なんか変なこと言いました。いや全然、もう試合中さ、実況がバイスバイス言うから、もうバイス飲みたくなっちゃってしょうがないよね。ヨルディバイス、ヨルディバイス選手ね、はい、はい、それを置いといて、そう、ね、荻原選手からのクロスをヨルディバイス選手が
っていうところを小島選手が止めた、はい、あの好セーブについて、ね、小島選手がこのクロス上がったタイミングで大外にいる選手に気づいていたと、うん、で相手がトラップしていたのでその隙に寄せてシュートコースを限定しようという判断に変えたところ、まあ、当たったっていう。そうですね、ジュビロの時にルキアンに大外でドッグリーでやられてるんで、うん、まあ、そういうところからもやはり修正してきて、うん、この間の試合はちゃんと守れてましたよね。あんだけフリーな、うん、一つもこう遅れずにボールが流れた、うんうん、寄せることができたんで、あれがまたちょっとこう高めだったらさらに早く寄せれたと思うんですけど、ニアにウタカが飛び、ウタカだったかな、ニアに一人強敵が飛び込んでるんで、ちゃんとその選手が触っても対応できるポジショニングで、その選手からボールが流れたので寄せて、あれ本当に0コンマ何秒でも遅れていたら入ってたでしょうね。ポジショニングが良かったっていう、あとは1対1もポジショニングいいのは、あと1対1も非常に強いんで、小島 ああいうところの、まあ、いいのは安心して見てられますね。あの小島選手こうゴールキーパーとしてこうコーチングだったりも結構ご自身の武器っていうのは話されてることはあるんですけれども、うん、あの試合中も結構ね、様々な声聞こえてきたなという印象あるんですけど。そうですね、はい、ね、野澤さんもおっしゃってましたが、ゴメス選手への指示だったり、うん、あのね、ディフェンダー陣への指示っていうのが飛んでたなって思うんですけど。そうですね、はい、まあ、小島が、まあ、全然ダゾーン見ていて、うんうん、全く右サイドとかでプレーしている、全く関係ない、映像関係ない時に結構小島の声とかが聞こえて、ちゃんと大外見ろよとか、この練習誰誰無理だよっていうような指示を出していたんで、まあちゃんとそういうところも 見れてるなっていうふうな印象が、そういう声からも分かりますね。まあこれはあれですね、そのリモートならではの、で声を出せない応援ならでは の、 あの気づきかもしれないですね。なんかこう画面に映ってない選手への指示もこう野澤さんは事、ね、細かに聞こえてるっていうのがまたなんかこうやっぱ素晴らしいなっていう感じが、ね、こちらからするとしますけど。そう、ね、特にゴール裏にマイクがあるんでキーパーの声って入りやすい。あでダゾーン見ながら、うんうんうん、全然違う声聞こえてくると、あれ誰が喋ってるのかなっていうのも気になりますね、うんうんうん、まあ、小島とかだとすぐ分かりますけどね、これどういう声出してるのかっていうのが、まあ、そういう意味では、はい、あの右サイドにあっても逆サイドの指示を出していたんで、守備としてはすごくいい状態でやってるなっていうのが分かりました。本当こうピッチ上全てのところを見てないといけないっていうのがまた本当にこう、ね、重圧とか大変な責任感もすごいですよね。まあ、ゴールキーパーでね、一番視野で見えているので、まあ、グループでチームでしっかり守ることが大切ですね。あの無限美女さんから当選オケアさんファン、なんて言うんでしたっけ、アナギさんありがとうございます。皆さん本当に皆さん、あ、皆さんお一人だったすいませんありがとうございます。あのちょっとたく今日ねたくさん質問来ていまして、はい、なんすごいたくさん来てる。ともちゃんさん、はい、ともちゃんさんなんでしょうか。なぜ勝てなかったと思いますか、逆になぜ負けなかったと思いますか、兄貴の意見、オケアアナの感想を聞きたいです。兄貴の意見、兄貴どうぞ、兄貴兄貴の意見で来てますよ。兄貴の意見、あ、兄貴私ですか、はい、ね、まあ、難しいですよね。なぜ勝てなかったか、なぜ負けなかったか、まあ本当に一瞬のこう、まあ、どっちにサッカーの神様が転ぶかっていうところですよ。うん、まあ、止めるところ止めたし、うん、決めるところ決めていたので、うん、本当にこればこの試合ばっかりはどっちに転んでもおかしくないっていうところで難しいですね。でもこの試合を続けていったら確実に結果出るでしょうね。
本当に今いい試合見たなっていう気持ちになりましたもん、うん、見返しましたもん僕も初めて2試合ぐらい、うん、そうですね。でまあここからね中断期間を経てまた再開となるわけですけれども、はい、この中断期間っていうのは選手はどういったことをするんですか。まあ一旦ちょっとこう、まあ、少しブレイクオフに入ると思うんで、うんうん、まあ、しっかり休んでもらいたいですね。体を休めて、うんうん、気も張り詰めていたと思うので、はい、まあ、ちょっと体をレストさせてとは言ってもそんなに長い中断期間じゃないんで、うんうんうん、そうですね、そうなんですか、はい、すぐ8月4日に天皇杯があるんで、うんうん、そうでしたね。それを考えると、うん、まあ、本当に少しリフレッシュしてまたすぐ再開してって形になりますね、うん、ちょっとね昨日は後半にシオン選手がね罰出しちゃって足を怪我するシーン負傷するシーンありましたけど、うん、どシオンの怪我どんなですか野澤さん教えてくださいっていうコメントもあったり、いやもう心配ですよね一回はね罰出したぐらいなんで、うん、まあ、絶対何かしらね少し傷を負っていると思うので、どれだけこの、まあ、良かったですよね逆にこうちょっと中断に入って、うんうんうん、どれだけしっかり休んで回復してくれるかっていうのも大事なんで、うんうん、心配ですけど、うん、まあ、若いんでね、そうですね、回復は早いと思います。若さは、はい、羨ましい。あと佐藤子さん、小木のシュートは敵ながらあっぱれ、いや本当ですよね、まあ、しょうがないですねあれはあれはすごかった。しかも J 初ゴールっていうのを、まあそこ完全に狙ってましたね、うんうんうん、あの京都は、あ、狙ってた、狙ってましたね、うん、奪った時に奪った時にワンタッチでピーター・ウタカに入れるっていうことと、はいはい、そこからの、まあ、アルビの右サイドのところ、藤原が上がったところのそこをつこうっていうところは非常に前半はもう狙いが的確に見えていましたね、うんうんうん、まあ、これから中断に入りますが、トレーニングマッチ、トレーニングマッチやら組まれているのでしょうか、分かる範囲で教えてくださいっていうコメントが、あの、それがですね、オーケー屋さん投げ銭してくださった方からコメント来てます、はい、どなたですか投げ銭無限美女からオーケー屋さんのファンからさん、分かる範囲では教えてください、分かんないです、無限美女からオーケー屋さんのファンになりましたさん分からないですけど、非常にいい質問ですよ。え、そうなんですか。そうですよ、8月1日なんとビッグサンで公開練習試合ありますから、はい、ですか、知らないんですか、嘘、え、行ってもいいんですか。いいと思う。いや、もう出てますよちゃんと。本当ですか。ホームページをご覧ください。8月1日スポーツ公演フェスタというものがビッグサンで開催されます。いろんなさまざまなイベントがですね、はい、繰り広げられてですね、うん、芝生で遊ぼうですとか、あとこういろんな、なんか、なんていうの、働く車が来たりですとか、いろんなこうイベントがありましてですね、夕方6時からですね、はい、練習試合がなんとビッグサンで公開されるというので、皆さんぜひ来てくださいね。でもしばらくセイローでの練習もね見られてないですから、そうですね、練習試合、うん、練習見れるっていうのはこれはもう今で今年初めてのことですからね、神イベント。 そしてですね、はい、またそのなんと練習試合の前にはですね、うんうん、だいたい4時半ぐらいからですかね、トークショーが行われるんですね。え、野沢さん、いや、ゲストはあのアン・ギョンハさん、え、どう、とあのレジェンド野沢陽介さんという方がね、トークショーされるんですか、2人でやるという、またこれが楽しみなんで、皆さんぜひトークショーを来て、それを聞いて練習試合に臨む。8月1日はビッグスワン決まりですね。すごい豪華すぎて、しかも野沢さん説明が上手すぎて、はい、野沢アナ詳しいですねっていう、もう野沢アナ
何誰野沢アナ詳しいですねっていうワイワイアイさんから野沢アナさんってありがとうございます野沢ワールドですからね野沢アナ、はい、野沢アナ、野沢アナね、野沢アナになったのね。野沢さん紹介上手や、いや本当にすごいですね野沢さん。やっぱりこうやってあのご一緒してると、はい、選手の方でそれだけこうお話も上手でしたら次もアナウンサーっていう職はアナウンサーですかいいですか僕アナウンサーに、はい、NST のアナウンサーに、はい、もうスポーツコーナーもね野沢さんも一人でできちゃいますから。いや秀樹さん厳しいから怖アナウンサーになったら秀樹さんに怒られるから嫌だそんなことないですよ厳しそうだから僕には優しいですけど今のところは、ね、今のところってな、はい、いやアナウンサーになったら厳しそうだなっていう、はい、楽しなんかそうですね、まあ、しばらく中断期間になって、あそうだ来週はジョイスポお休みで、来週ジョイスポお休みで、再来週もジョイスポお休みなんですよ。でその次の週は野沢さんが8月9日、はい、あの月曜日は、うん、ビッグサンで大宮戦があるのでジョイスポにも出れない、はい、そうなんです、生配信もできないっていうことで、はい、ちょっとここから3回お休みが入りますけれども、うん、私たちも中断期間に入りまして、寂しがらないでくださいね飛行機雲さん、ね、あそうそうそれでね新潟大好きチャンネルで OK は出てますからちゃんとそっちの方も見てくださいね、うん、ありがとうございます。野沢さんすごいやっぱ視野広いですね。そうですねゴールキーパーやってるんで守備範囲広くてすごいね本当に。で今週と来週アルスタも出ます。あ今週と来週アルスタも出るんですか。アルスタも、はい、出る楽しみですねそれは。皆さん見てくださいね。で8月にはあれ用意したやつ忘れてきてるね完全に。忘れちゃった忘れちゃったふと思い出したけど絶対来週ああ来週だどうしようさようなら。ちょっと待って、で8月にはあのちょっと皆さんやりますか喜ぶコンテンツも実は用意しているのであの楽しみに待っててください。じゃあちょっとやりますか。もうせっかく3週休みあるんで少し拡大して。えいいですか。いいですよ。え本当はもっとたくさん話してそうだったんですよ。はい、じゃあ行きますよ。はい行ってらっしゃい。でアルビは試合中太陽が見えると負けない。なんじゃそれいやこれただもうただこういうこと言ってるだけじゃなくて、はい、こういうデータがありまして、はい、あ投げ銭ありがとうございます。こういうデータありましてね、無限美女さん、はい、無限美女さんになっちゃうの略してますけど ね、 このね無限美女からオケヤさんのファンになりました無限美女ってなんかやったのあそうそうえやったんだそので相当昔ですよ。相当昔、はい、だから本当にすごい、えそんな方いらっしゃるんだっていう、私はずっとありがたいと思ってました。ありがとうございます。コアなファンですね、はい、でね天候別勝敗表っていうのがあって、はい、実は晴れの時は負けてなくて、うん、晴れのち曇りの時も負けてなくて、うん、というのもこれは、はい、天候別の得失点を表してるんですけど、はい、こう晴れの試合になると、うん、かなり得点数がねこう高くて、晴れの試合は、はい、で曇りの25っていう、こう太陽が見えるとアルビは負けないんじゃないかという仮説があります、はい、それ今シーズンの試合。今シーズンです。今シーズンなんだね、はい、今シーズンですよ。へー実は、ね、それまたまた面白い。そうやっぱりもうアルビと言ったらもうオレンジじゃないですか。アルビと言ったらオレンジですね、はい、だからやっぱりこう太陽も味方にしちゃうっていう。なるほど、はい、かなそういうことかなんかこういう面白いデータもあれば、うんうん、ちょっとずつ紹介していきたいなって思って、うん、今、はい、やってますね。なんで晴れると得点が、まあそうですよね、うん、雨結構ザーザー降りの時ってあんまり点入らないですからね。そういうのがあるってことですか。まあ、やっぱ難しいですからね、そのコントロールしたり、うん、技術が必要になるんで。あそう逆にだってね、うん、晴れだと失点4っていう
失点数も結構少ないですし、なるほど。これでもそれこそ雨ゼロですよ。まあ、雨は1試合しかしてなくて気づきましたか。雨の試合、あのゴールキーパーからすると、うん、こう西日とかも相当試合には影響してくると思うんで、そのあたり私はすごい気になっていて、ビッグさんはこれからの、これからあの夏以降は西日がかなりメインスタンドの方から来ますね。でそしたらもう結構見えづらくなる、コーナーキック結構見えづらい時多いですよ、まあ、そういうのを作戦にするっていう手もありますからね。ああなるほど、うん、ホームの利を使うというならば、うーん、やっぱそうなんですね。ピッチに立ってないとわからない情報ですからね、それもですね、はい、うふ何今のうふ。いや皆さん本当にコメントたくさんありがとうございます。そして延長しちゃったんですけど、今日もおにぎりの話はできなかった。そうですね、おにぎりの話は今日もできなかったですね。なんか毎週すごい頭の中におにぎりがあって、おにぎりがあってね、はい、おにぎりの話いつできるんだろうな、はい、次回は8月の15 8月10何日だろう、16違うな、9の9たす7だ、16です、16日ですかね、はい、じゃあそこでジョイスポも、うん、アフタートークもちょっとお休みということで、はい、そうですね。いやここでしっかり力を蓄えてオリンピック見て応援して次の大宮戦に備えましょう。いやもうオリンピックもね、うん、始まるんで、はい、もう始まる以上は、うん、あの日本選手団応援しましょうよ。ですよ、うん、バスケとか本当に見ても興奮してますもん。バスケ楽しみですね、富樫選手もいるし、はい、フランスに勝ったんでどこまでいけるか楽しみです。この前のコメントでいただいたんですけど、はい、出身の富山出身の人が結構出身の富山出身の人、出身が富山の選手が八村選手、馬場選手選ばれてて、はい、もう富山のスターなんですよ。さすが富山出身。そう、私と年も結構近いので本当にお二人有名なんです、地元で。富山 有能な人が育ちますね、桶屋さんをはじめ。なんかもう本当に思ってますそれ。思ってますよね皆さん。あんまり感情こもってなかったですけど。あ、私奥田中じゃないんですけど、はい、デブガリガリさんからすいませんね、はい。はい、あのでは皆さんオリンピックをしっかり応援して好きな応援に向けてですね。大丈夫かな、そろそろグダグダしてきたん で、はいでね、終わりましょうかね、はい、終わりましょう。皆さんあの熱中症に気をつけて、はい、夏をお過ごしください、はい、8月1日はビッグサンデーお待ちしていますから、はいね、8月4日天皇杯始まって、うん、9日にはもうビッグサンデー大宮戦始まります、ね、まあ息つく暇もありませんから。そうですね、皆さん夏を楽しみつつ感染予防して、うん、そしてまたアルビの試合に備えましょう。では皆さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。特別版で長くなっちゃいましたね。またお待ちしてます、はい、さよなら。